はい、ということでおはようございます。トランペットです。今日はですね、 JR 新大阪駅に来ているんですが、今日はですね、大阪東線にね、乗ろうと思うんですが、大阪東線といえばね、2019年の3月のね、ダイヤ改正と同時に、全線開通したね、路線でございます。あの新大阪からね、途中花店を通りまして旧本市まで行くね路線でございますけれども、今回はですね、全線乗り通しながらとある、臨時特急に乗ろうと思うんですが、これ自由席特急券になっておりますが、新大阪から奈良まで結ぶ臨時特急まほろば号に、乗りたいと思います。まほろば号といえばですね、2010年にも、臨時特急として走っておりましたが、そちらはですね381系 によって運転されておりました。で今回はですね、287系、あの黒潮とかでおなじみのね、287系の3両で運転されることになります。2010年の時はね、6両編成だったんですが、今回は3両といってね、半分になってしまったので、ちょっとね、指定席の競争率が高くてですね、指定席は取れなかったんですけれども、自由席特急券でもね、新大阪から奈良まで行く特急っていうのは、定期列車では存在しないので、まあこちらだけでもまほろばっていうのがね、分かるので、まあいい記念になると思います。で大阪東線も実はまだ全線乗ったことがなくてですね、それも全線乗り通しも兼ねて、このまほろば号に乗りたいと思います。はい、ということで新大阪駅の1番2番乗り場にやってきました。大阪東線がね開業して、このね新大阪駅の初めて来ましたね、本当に。でもう当たり前かのようにね201系がいますけど、新規に開業した路線なのに、主力車両はですね、国鉄の201系っていう、なんか逆転現象のような、路線ですね。さあ足元にはもう特急まほろば号のね、乗車位置案内がもう、貼られておりますね。お待たせいたしました。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。特急まほろば号奈良行きです。今年3月に全線開業しました大阪東線、山手線を通りまして西の都奈良へと向かいます。奈良には10時53分に着きます。終点奈良までご案内いたします。奈良車掌の人がやってますね。ご用の場合はどうぞ、いや、唯一これだけっていう特急持ってる。車掌室は1号車にございます。そもそも JR の特急奈良走ってないもんね。次は終点の奈良です。マホロバ号10時53分に着きます。車掌室が途中ないので3両付属用された一般なだけのサラヤスに車掌室の真ん中にない。それでは皆様マホロバ号6両だったら間にいるんですね。どうぞゆっくりとお過ごしください。
西日本を閉め、真ん中から閉めたりはしないかな。増税後、増税前と増税後、お値段が違うからね。20円だけ。20円。では西日本の券売機って MK なんですよね。最初緑の券売機。そう。でね、マルスはね F なんですよ。なんか引き換え。なんか西の知り合いの人から絶対九州では止まらない。はい、お願いします。お願いします。できるんだったら問題ない。あ、できるの問題ない。機種によってもいいです。無理だったらお客様 の持ってる端末によってもいいです。花店やな。これは花店は通貨だと思います。謎がね、これが先発なんですよ。へえー、あ、こいつが先行っちゃう。そう、ふざけんな。そう、マホロが自発っていうのが面白くない。なんで海賊先とですね。臨時だから仕方ないんかな。しかも高い1万線弱じゃないですか、海賊が。だから後ろ使えるんですよ。なかなか見えないです。平面が山の上とかないこれ。ああ、うん、奈良は東大寺や興福寺など8つの資産が古都奈良の文化財として世界文化遺産に登録されています。また数々の町屋が残るレトロな町並み奈良町や奈良筆、1300年を超える歴史風土が育てた伝統の技もあります。寺社仏閣や町の院を巡るのも楽しい奈良の町の散策、また万葉まほろバスに乗り換えて歴史をたどる山の上の道散策、時間があったらやってほしい。桜井さんに置いていっぱいあるのに、橋赤御門とか一回行ったんですけど、日本史の授業を学んだのに、あの時自分一人行ったんですけど、あれは良かった。奈良駅前には旧奈良駅舎の建物を移築した観光案内所もございますので、お立ち寄りください。乗り換え時間だったら奈良のスタバ行きません、ね、駅前にある終点の奈良川崎山乗り線、奈良線と万葉まほろば線は乗り換えです。お出口は右側3番乗り場です。西日本の乗務員さんどうだろう。1人90くらいにはもう二度と走らないけど、まだもう一回出すから。奈良のデスティネーションがあれば。ああ、そうですか。うん、はい、ということで終点奈良駅に到着しました。1時間もかからずにね、新大阪から直行で来ましたけれども、大阪東線のね、新規開業区間もね、乗れましたし、本当にね、レアな要素がね
地味ですけどね、ありましたのでね、ずいぶん楽しめました。はい、ということで奈良の、ね、駅の改札に出てきましたけれどもね、皆さんまほろばはいかがでしたでしょうか。期間限定なのでね、ちょっと今後運転されるかどうかはちょっとわからないですけどもね、皆さん、12月の8日だったかな、そこら辺まで走りますのでね、皆さん奈良に来る際はね、自由席もありますのでね、並べばちゃんと座れますので、ぜひ乗ってみてください。ということで今日はね、ガミちゃんのチャンネルでおなじみの大森くんにもね、同行していただいたのでね、今日はありがとうございました。じゃあまたね、関西来たらよろしくお願いします。ということで、まほろばに乗ってきたということでね、ご視聴ありがとうございました。